テロップ出しますね。ちょっとディナーディナーということで、ちょっとご飯というか味噌汁だけがある、あったかいものがあるんだけど、味噌汁冷めちゃうから、冷める前にいただきますをしたいと思います。ダイナーみたい。どこがどういうこと？見たい、見たいか。ちょっと水入れて、喉乾いた。それでは皆さん乾杯。誠治元気か？元気だよ。ということで今日の夕飯なんですけど、今日はもうちゃちゃちゃっと作れる。まず味噌汁です。見えません。あさりだっけ、これなんていうの、しめじの、しめじだった、しめじの味噌汁から冷める前にいただきたいと思います。ご飯食べるときは汁物、サラダ、副菜、おかず、ご飯みたいな感じで食べると太りにくいって聞く。久しぶり、久しぶり、ありがとう、みんな来てくれて。いただきます。あー、おいしい。ひなたもアボカドだったよ。そうなの。ひなたがアボカド好きっていうのもちょっとなんか聞いたことある。あ、美味しい。しじみの味噌汁ってなんでこんなにさ出汁が出るんだろう。味噌にもうしじみの味噌使ってるみたい。汁が美味しい。あとしじみの味噌汁はなんかご飯と一緒に食べるとなんかむくみにくいみたいな聞いた。しじみはむくみを解消してくれるみたいなこと聞いたことある。だからどんなに10時とか夜中とかにご飯食べるとしても、しじみの味噌汁は飲まないより飲んだ方がむくまないみたいな聞いたことある。謎の豆知識。しめじってさっき言ってた、最初あさりって言ったよね。アサリでもしめじでもなく しじみでした。掃除機が倒れた。味噌汁美味しい。私最初に味噌汁めちゃくちゃ飲んじゃう人なんだよね。しめじってなんだっけっていうか、あ、しめじはキノコかちゃんと料理してて偉いの。いや、そんなことないんだよ。全然簡単な、前髪切った、切ってないんだけど、今日めちゃくちゃいい感じにアイロンが決まって切ったように見える。てかちゃんと巻けたからめっちゃ綺麗。切ったみたい。長さ変わってないけど巻きがうまくいきました。そして次にこれは買ってきたほうれん草ナムルです。昨日は昇格2周年おめでとう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです、昨日でちょうどあのときメッセのコンサートでの昇格発表から2年が丸2年経ちました。昨日で。ありがとうございます。皆さんのおかげで2周年無事に迎えられることができました。いや、本当にあっという間だった。2年経ったと思えない。本当にこの間のように感じる、あの感動と喜び、本当に嬉しかったな。ありがとうございます。じゃあ祝福のほうれん草をいただきます。
うん、うん、ねえ、ときめきせでまたコンサートできたらいいな。本当に楽しかった、ときめきせのコンサート。嬉しかったし幸せでいっぱいでした。ありがとう、みんなおめでとうって言ってくれて。うん、本当にまたいつかみんなで2期生もみんな含めて全員で立てたらいいなって思います。すごくめちゃくちゃコンディションバッチリだったよね。そうなの、めっちゃダイエット頑張ってたから。あの時 NGT のダイエットピークだった、みんなして。食べても豆腐とか納豆とかちゃんと調理してあるものほとんど食べてなかった。うん、りえちゃんとのツンデレまた見たいねえ。ツンデレ本当に嬉しかった。北里恵さんがねセットリスト組んでやりあとツンデレを入れてくれて、セットリストにやにゃっときたりえさんでツンデレやりました。顔細かったもんそうなの、か過去形やだなちょっと。まあでも実際そうなんだけど嬉しい。あの時はウエストがマジで細かった、板だった。こんばんは、こんばんはね。10人トイレでもやってたけどね、10人トイレ意外と定期的にユニット変えてる。むずしいとほうれん草だけじゃない、私ちょっとずつより一気に食べたいの多分。そしてこちらじゃじゃーん、アボカド。メール見た人はアボカドでアボカド切るみたいな言ってたんで分かると思うんですけど、使うっていうのは知ってたと思うんですけど、アボカドと、これはマグロで、アボカドとマグロのユッケ風ユッケです。美味しそうじゃない？っていうか見た目がさ最高。居酒屋さんにありそうなメニュー。卵は黄身だけをこう取りました。お酒飲みたくなるね。お酒飲む人はそう思いそうなメニュー。私には分からないが、いただきます。味付けは醤油とみりんとごま油です。でゆつじゃんを本当は入れる、ゆつじゃんってレシピに書いてあって、私辛いのはちょっと無理なのでゆつじゃんは入れてなくて、あ、にんにくチューブをちょっと入れました。だからちょっと臭いかも。いただきます。いや絶対欲しいこれ。あ、コチュジャン恥ずかしい。私ショールームするたんびに何かしらなんか間違えてるよね言葉。コチュジャン、ん、ユチュジャン、コチュジャン、ん、何、ユチュジャンで合ってるよね、コチュジャン。どっちもいいや、食べないしめちゃくちゃ美味しい。マグロね、染み、味付け、味を染みさせたくて、そのタレを、タレの味をマグロだけちょっと
結構1時間ぐらい前につけといたんですよ。アボカドは色変わっちゃうから直前にささっと切って、この卵に絡めてアボカドと一緒に食べたら、最強。本当に美味しい。幸せ。レモンサワーが合いそう。そうなの。ニンニクプラスとか、そう、ニンニクプラスした臭くなるやつ。もうそんなニンニクの味しないの、もうちょっと入れてもよかった。マンマミーヤ。確かアジュと私発音違ったんだよね。ほん、どっちが本当か分かんなくなっちゃった。マンマミーヤが本家か。私初めて言った時マンマミーヤってかと思ってて、思ってた。美味しい、全部全部美味しい。でも味噌汁ってすぐ冷めるよね。あったかい方が美味しいって思っちゃう。だから先に味噌汁をいっぱい飲む。幸せそうで何、いや本当に幸せ、美味しくて。レニア楽しい、よろしく、嬉しい、ありがとう、よろしく。本当味噌汁は熱々に食べる。本当に美味しい。本当にユッケみたい。ユッケって何なの、何がユッケなの。生肉のやつが本物だよね。マグロだと偽物。だよね、生肉だよね。生肉のやつも食べたことある。今度作ってみよう。作ってみてめちゃくちゃ簡単だから。マグロもちょっとお肉っぽくね、細長く切ったんだ。ほら、ここから見たらお肉じゃない。マグロはマグロユッケじゃない、マグロユッケか。卵乗ってるのがユッケっていうのか。馬肉、馬肉のユッケ食べたことある。めちゃくちゃ美味しかったの覚えてる。アボカドの熟したタイミングって難しくない？分かる、アボカド難しい。なんか綺麗な、開けたら開いたらもう1ミリもぐちぐちじゃない綺麗な状態ってアボカド変えたことない。で開けて切ってめちゃくちゃ硬かったっていう経験はあるけど、硬いか柔らかいかしかない。今回ももう柔らかかったバージョン。私は触った時にちょっと手でちょっとへこむぐらいのものを買って食べる。硬いよりはぐちぐちの方が美味しいから。あともう一つあったんだ。もう一つは昨日の夕飯で食べた、あまりこれなんだっけな、鶏肉の出汁のご飯。あんまお腹空いてないんだよな今日。
ご飯が減らない。2合炊いたんだけどさ、全然減らない。昨日の夜食べて、朝もちょっと食べて、今食べてるけどまだ半分ぐらい残ってます。冷凍するしかない。はじめまして、こんばんは。こんばんは。え、でも新潟、私今あの新之助米使ってるんですけど、新潟の米本当に冷めても美味しい。2合はお茶碗4杯分。でも明日まではまだいっか。でもな、ちょっとさすがに明日も食べるのは飽きた。冷凍しよう。ママの冷凍ハンバーグすら解けなかった子が。え、そうだったっけ。でもわかる、全然私料理する人じゃなかった。ずっと3年ぐらい一人暮らししてるけど、最初の頃は自炊しようって思ってはいたけど全然してなくて。うん、米の名前がなんで星になるんだ、なんでだろう。しんのすけ前って言ったの、著作権しんのすけの。野原しんのすけの。カヌードスト欲しいな。なんなんだろうね、その星になるの。めちゃくちゃ星よく見かけるけど、そんな変なことばじゃないのに。今日何してた。あ、今日、あ、今日も映画見ました。映画めっちゃ見てる。家で運動してる。家でね、運動、なんか有酸素運動みたいな YouTube で見てよくしてます。1週間で痩せるみたいな。太ももマイナス15センチとか YouTube でよく出てるようなやつを見て、いろんなのやったりしてる。映画の説明お願い。バカにしてんじゃん絶対。ジョーカー見た。え、ジョーカー見た。ジョーカーね、聞いてよ、私ジョーカー地元で帰った時に見たんですけど、地元帰った時に暇すぎる日があって、一日その日に一人で見に行ったんですよ。でそれ見に行ったんだけど、結構直前にチケットを買ったんですね、始まる。そしたら席が本当に埋まってて1列目しか空いてなくて、1列目の一番端で一人で見ました、ジョーカー。めっちゃくっちゃ見づらかった。もうこうのこう1列目の一番左、しかも隣なんかカップルみたいな人だったし、恥ずかしかった。うん、首痛くなってたと思う。うん、ジョーカーめちゃくちゃね、なんかすごい深かったよね。最初難しいなってちょっと思いながら見てたんだけど、もすごい、だんだんすごいなんか映画の世界観に入り込んでって、すごいなんかかわいそうで、ジョーカーがすごいかわいそうで切なくなった。ジョーカーのイメージがもうガラって変わった。こんな過去があったんだって。
ジョーカーといえばもうめちゃくちゃもう悪人ってイメージだったけど、そんなジョーカーにもすごく辛い過去があったんですよ。公園だって一番前いいんだけどな確かに、まあでも人によるよね。私のファンの人さ、立ち見がいいって人多い気がする。あんま好きで前にいる人よりも立ち見のが好きって人のが多い気がする。でも人によるよね。でも1列目だとすごいさ、近すぎてどこ見ればいいか分かんなくないですか。本当に怖いの好きなんだね。でもジョーカーは怖いっていうよりも怖くはなくない。あ、それで今日見たのがあれ見ました。サニー見ました。あの篠原涼子さんとが主演の、映画館行きたかったんだけど行けなくて終わっちゃって。あ、そう、そっちのサニーの方も見たくてね。そのそれはモスちゃんとアイナと見に行きました。美味しいんだけど、説明したら台風のことになる。説明下手すぎてで気づいた。でもすごい感動した。サニーザ青春映画って感じ。なんか高校時代に仲良しグループだった、サニーってグループがで説明し始めてたそうサニーっていうグループがいて、すごい仲良しグループだったんだけど、ある事件きっかけにふふ下手なんだけど、喋りたがり、言いた伝えたがり、伝えたくなる。ある事件をきっかけにそのグループがもうバラバラになっちゃって、でもう何十年後かになってもおばさんぐらいになった時に再会した、して、何人グループだっけ、5人6人グループで再会して、なんだそれぞれの人生、一人一人のそれぞれの人生うまくいって言ってる人がいたり、いろいろなんか思ったようにいかない人生を歩んでる人がいたり、いろんな人がいて、でその中で一人余命を告げられてる人がいて、その人のためにまた集まろう、3人集まろうってなったんだけど、今回ちょっといい感じじゃない説明だったんだけど、そう集める話昔の友達を集める話で、すごい感動したっていう話を、そうバブル時代、バブル期の時、その高校生の時はちょうどバブル期なの、バブル期っていうので、すごいなんか高校生がもうトップみたいな、もう日本のトップは高校生みたいな、これバブル期なのみたいな、なんか時代な感じ
の設定だった高校時代で、大人になっていろんな人がいて再会するっていう、そう、そのある事件をきっかけにバラバラになっちゃったのよ。だから仲良しだったグループがまたこうやって何十年後かに再会できてすごい良かったっていういい話です。そう、ルーズソックスが流行ってた頃っていう話をしてる間に完食しました。美味しかった。これがもうマジで美味しかったですね。アボカド半分使って今半分冷蔵庫に入れてるんだけど、なんかアボカドってさ1個食べるとさカロリーもさすごい高いし、高いから、でもまあ食べようと思えば食べれるんだけど、ちょっと罪悪感、しかも夜だしあるから、アボカドね半分だけ食べたいって思うじゃん。でも半分さ残す時になんか種の方を残してレモンとかかけてラップして置いておくと茶色くならずに1日ぐらい持つみたいな聞いてやるんだけど、でもそれやっても毎回茶色くなっちゃう。今はもう冷蔵庫入ってるけどもすぐ茶色くなると、明日の朝に食べようかなって思ってる。うん、でも分かる、全然1個余裕だよ今から全然食べれる。そんなお腹空いてないとか言ってたけど、そう、森のバターだからアボカド冷蔵庫入れるのあんまり良くないかも。そうなの？冷蔵庫入れないで外に置いとけばいいのかな。でも切ったの冷蔵庫入れないってちょっとなんかかわいそう。痛みそう。こんばんは、こんばんは。すぐ痛みはね、切ってる間に茶色くなるもん。アボカド、アボカド食べたら口が痒くなった。アレルギーということですか。でもアボカドは食べれないと多そう、苦手な人普通に。私は大好きだけどね、私何でも大好きだけどね基本。アボカド、私ずっと食パンがさ残っててさ冷凍庫に、そんなずっとでもないけど、明日の朝はその冷凍してある食パンの上にアボカドと納豆とチーズをちょっと乗せてトーストしようかなって思って、アボカド半分残した。好き嫌い少ないの偉い。わかる、本当に思う。なんかメンバーとかと一緒にいても楽屋でみんな好き嫌い多いもん。弁当食べてる時とか、それ食べないのとか言ってちょうだいとか言ってもらったりよくする。私とノエがよくしてる、これ食べない人ちょうだい私にって。もう誰かに聞くとかじゃなくてみんなに、これ食べない人いたら私にちょうだいって、私とノエがよく言ってるのを聞きます。楽屋でノエもね、意外とってか意外じゃないか、ノエも何でも食べると好き嫌いあんまり。ノエピーの声が再生されました。言ってそうだよね、私も言ってます、ノエとよく競ってます。お稲荷さんの時がね一番言ってるかも。私お稲荷さん大好きでノエも大好きだから家ゲットしたみたいな。いらない人にもらって言ったりしてる。ノエと何でも食べる君が好き、嬉しい、そうやって言ってくれる人がいいな。いっぱい食べる君が好きって
学校みたい。いや本当 NGT の学校は本当に学校クラスメートみたいな感じだと思う。コンビニのウインナーさん美味しい。え、わかる。え、セブンイレブンのセブンイレブンさんのこのおにぎりさん、おにおいなりさんめちゃくちゃ好き。おいなりさんは、おいなりさんはコンビニとかのが意外と美味しい気がする。家で作るより絶対売ってる方が美味しい。モフちゃんと連絡してる？え、モフちゃんとね連絡してるよ。この前なんか電話したよ。なんかっていうか電話しました。暇電しました。コメントが止まってしまった。今日はですね、一応先に言っておくと1時間配信するって言ったから、今何時か全然見えない時計が。7時に始めた。8時まで配信したいと思います。今7時3分。あれ私6時、あ、開始時刻がか7時35分だって。なんか揺れてるそう、机を動かして。これ不安定なんだよね、この携帯をさ立てる棒っていうか、なんていうの、携帯挟んでこう机に挟んでピーって針金みたいなのが伸びてるやつでやってるんですけど、ちょっと揺らすとちょっと触ると揺れちゃう。ほら、うん、こんなつもり、モフちゃんはつもりで応援してそうねえ、モフちゃんでもつもりやってないんだね、わかんない。え、私もさ本当に迷う、つもり買うかてかスイッチ買うか。でもさ売ってないよスイッチって。まずそうなの、売ってないのだから、だからってわけでもないけど、普通にプレステもやりたくて、やるな、ゲームするならプレステ欲しい。でもスイッチも欲しい。どっちか本当に迷ってる今。アイニアと連絡取ってますか？アイニアとは連絡取ってるよ。昨日取ってて、取ってましたね。で今日の朝スタンプ帰ってきて終わりましたでもアイニアとは本当に定期的に連絡してる気がする。あとメンバーとは昨日とか10人十色メンバーのグループがあって、その LINE グループで2周年おめでとうって、おめおめってみんなで LINE した。でも個人的に LINE 連絡取るのはアイナぐらいかもしれない。新潟割と売ってない。え、そうなの。え、どこに売ってるの教えてどこに売ってる。プレステ買っちゃえ。でもさプレステ買ってもさ全然なんかやってる人いるのかなっていう、メンバーではいないじゃん。プレステやってる人いる？でもなんか流行りに乗りたくない乗りたくないっていうか、でもあつ森は絶対に私飽きると思うんだよね。でほったらかしちゃいそう。前髪、前髪いい感じで、そう今日いい感じなの。プレステならやってるよ。本当？モンハンしてます。プレステのモンハンやりたい、やりたいんだけどさ、モンハンってさもう結構さもう結構前からあるからさ、今から始める人って少なくない？みんな進んじゃってるじゃん。だからもしやってる人いたとしてもそこまでに追いつけない。待っててもらえなきゃ追いつけない。半年ぐらい待っててもらえなきゃ
でもモンハンやりたいな。スイッチ諦めてベノーバ買った。ベノーバとは何ですか。え、5出るよな。え、そう、それそうなんだよ。今さ4プレステ4買うじゃん。でも今年2020年末にプレステ5が出るらしいんですよ。今買ったら絶対すぐ5出て、みんな5買って結局4古いみたいになっちゃいそう。でも待てない、早く欲しい。今だからやりたいくない？ゲーム。高いけどいくらだろう。あ、5は絶対高いだろうね。4は多分チェックしたんだけど、確か3万、スイッチと同じ値段ぐらいだった気がする。3万2000円とか。一応5は4のゲームもできるみたいだけどね。あ、そう、それ知りたい。え、4を買ったとして、4使って後から5出たとしたら、5出てから出たカセットってか、5のカセットは4ではできないのかな。それが気になる。それができるなったらまあ4買ってもいいけど、5のカセットを4でできなかったらもうなんか新しいカセット全然出なくない？あー、できないんだ。4、5のを、あ、5が持ってて、5を4で、5の機械で4のカセットできるけど、4のカセットでは5できないみたいな感じか。やっぱりそうなるとさ、待ちたい気持ちもあるけどさ、待ってた頃にはもうゲームいらないってなってそう。めちゃくちゃ迷うじゃんそれ。買いたい時は買い時。めちゃくちゃいいこと言うじゃん。じゃあ今買うしか。お誕生日もうすぐだ。そうなの、お誕生日もうすぐだから、自分への誕生日プレゼントとか。今年の誕生日はな、みんなにも会えないから寂しいな。メンバーとかにも家族にも会えないし、離れてるから。そう、自分への誕生日プレゼントも買いたいなって思ってる。初代を買おう。なんでそれは。3、家に確か2か3どっちかあるんだけど、それでやってたんだけど昔。この角度かい、どの角度。誕生日当日配信する。誕生日当日配信したいなって思ってるので、ぜひ一言でもちょっとお祝いしてに来てくれたら嬉しいなって思います。誕生日多分今年はちょっと寂しくなるので、ショールームで楽しい誕生日にできたらいいなって思ってます。でも配信1時間半までしかできないから、やるとしても1時間半しかできないんですけど、ママパパにプレゼント何お願いする。どうしようかな。でもな、今欲しいっていうのはそのゲームしかないかも。私服とかさ、毎年なんだかんだで洋服が一番いいかなって思う言うんだけど、お母さん親に買ってもらうときは。でも洋服買っても今着ないんですよ。そう、今買ったところで傷に春が終わってしまう。今買うとしたらもう夏服とかかな。ビトの財布とか、あ、ブランド物の財布とかバッグとか、あ、いいな。なんか大人の誕生日プレゼントって感じ。そう、
そうだ、社会人になるからいいね、そういうのも。ブランドの何か小物でも、お財布は2年前ぐらいにビビアンの長財布買ってもらって、それめちゃくちゃ気に入ってるから、しばらくそれでいいかなって思ってるだよね。え、去年何もらったっけ。一昨年がそのビビアンで、何買ってもらったっけ。洋服かな、去年は。ビビアン、え、そう、ビビアンめっちゃ可愛い。あのマーク好き、好きな感じ、系統。財布は長財布、そう、でもいや、最近長財布派だったんだけど、最近はすごい こういうちっちゃい財布がいいなって思ってる。でもそう思ってちっちゃい財布も今持ってて、それと一緒に使ってます。使い分けて、カバンがちっちゃい時はちっちゃい財布でみたいな。そうなんだよ。でもビビアンを使わなくなるのはもったいないから、たまに使ってます。カードがいっぱい入るのが便利。そうなんだよ、カードいっぱい入るの便利なんだけど、でも実際カード、長財布使ってカードいっぱい入れるとさ、カードって実際使わないのばっか入ってて、ちっちゃい財布買ってからカード何枚かしか入れてないけど、全然それで生活できちゃってるから、今まで入れすぎてたんだなって思って。そう、行きたい時使、そのカード使えた時に入れ替えればいいし、軽くなるし。そしたらでも そうやってるとね、カード忘れちゃったりする、たまに。あ、カード忘れた。カードケース、あー確かに、別にカードケースあるのもいいかも。でも私さ、そうやって入れ替えたりしてるとさ、なくすんだよね。それで実際に一回なくした、月用のカードなくしたでも最近はね、なんかポイントカードなくてもアプリで会員証、携帯のアプリで会員証みたいなとこがどこも多くて、だから携帯の会員証アプリ入れて会員証っていうの結構今いっぱいあるかも。 GU とか松木もそうだし、あとスーパーでもアプリでできたりする。ポイントは高3、うん、最近になってちゃんとポイント貯めるように してます。いや、ポイントってすごいなって気づいた、ある時。だから中学生の頃とかはもう全然ポイント貯めるのめんどくさいし、そんな1ポイント1円なんて全然貯まんないじゃんって思ってたけど、なんかめっちゃ買い物するようになって、自炊っていうか一人暮らし始めて、だんだんなんかなんて、日用品とかちゃんと自分で買うようになってから、ポイントどんどん貯まってくの楽しくなって、今ポイントめっちゃ貯めたり、得なクーポン使ったりっていう、そういうのを楽しんでる。ちょっと主婦たまった時めちゃくちゃ嬉しい、ポイントで払えるの。NGT のゲームやってる。あ、そうだ、 NGT のゲームで AI コンシェルジュの方のアプリで今なんかある企画をやってて、ツイッター内でなんか毎日名前の順で順番にメンバーが、そう、今が押し時っていう企画なんですけど、名前の順でメンバーが順番に毎日更新されてって、それをその推しメンが来た時にリツイートすると、そのリツイートしてくれた人の中から、そう、カードもらえるやつ、そう、10人カードもらえるらしいんですけど、そう、今どれぐらいいってるんだろう。そう、10人リツイートしてくれた中から本当に10人選ばれる。なんかチラチラ見てたんだけど、リツイートとかなんか30とか40とかだったから、結構の確率に当たると思う。
すいません、今充電器が充電が 20% になって、あの 20% ですみたいなやつが出てきちゃって消えちゃいました。すいません、充電器挿した、ちょっとずれた、届かないからコンセント。ただいま、選ばれた、そうだからそのリツイートしてくれた中から10人当たるので、ぜひ私のカード欲しいよって方がいたらリツイートしてくださると嬉しいです。充電し刺しながらさ充電配信してると思ってたんです、刺してなかった、すごい刺した記憶あるんだけど怖い。毎日何してる？毎日、だから最近は映画見てるよ、毎日、昨日見て今日も見て多分明日も見ると思う。あれです、 U-NEXT さんにちょっと1ヶ月無料体験で今入ってて、だからいろいろ見れる。そうゲームがなくてもなんだかんだ映画見てたらさ多分結構時間潰せてる気がする。今日はサニー見ました、さっき説明しました。もうね、説明今日はうまくいった、うまくいってたよね。自分はHuluで見てる、Huluね、でも何かしら入るべき、今この期間でいっぱい映画を見るべき。なんか昔の映画とかでさ、すごい面白そうなのいっぱいある、まだ見てない映画。多分永遠にさ映画ってあるから、多分死ぬまで一生新しい映画に出会い続けられると思う。毎日仕事の愛てんてんてん、あーそうだよね、みんな普通にお仕事ですよね、サラリーマンとかは。あ、今月に入って何本ぐらい見たか、何本だろう、5、5、6、でもその金曜ロードショーとかでやってるのも含めたらもう結構8ぐらい見てるんじゃないかな。ゆらゆら揺れてる、ドラマも永遠に見れるね。そう、最近さあた新ドラマのさギルディ見てる人います？ギルディだっけ、あの不倫系のドロドロ系のドラマ、あれめちゃくちゃ面白い、ドロドロ系大好き。めちゃくちゃ面白い、先が気になる。見てる人いるかな、見てる人いた、ドロドロ系好きなの以外、めちゃくちゃ好きだよドロドロ系。ギルティーか、 D じゃなかった。あれ本当に面白い、なんかその高校の時になんか好きな、なんかあるカップルがいて、そのカップルがいたんだけど、その女の子の家の方の事情でちょっとなんか別れなくいけなくなっちゃって、そう高校で別れ、お互い好きだったけど別れるみたいなで別れて、それで何年後かで大人になって再会するっていう、でお互いもう結婚してたんだけど再会した時には、でも再会してちょっとそこでいい感じになっちゃって、しかもそのお互い、あ違う、女の子の方の夫も実は裏で浮気しててみたいな、ドロドロのやつ、そうよくあるパターンだけど、すごいめちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃよくあるパターン。自分の高校の話かと思った。そうなの、何があったの高校で。でもさお互い好きなのに別れなきゃいけないってさ辛いよね。
だって好きだったのに別れたから、それ再会したらちょっとはさ好きってなっちゃうよね。でも私はそっちがくっついてほしいね、完全に。その再会した方、まあ、結婚してるけどお互いでもそう思っちゃう、見てたらそう思うと思う。昔の感情が蘇る。聞きたい、みんなの昔の恋バナ。みんな恋バナあるの？みんなの恋バナ聞かせて。悪政治なんでよ。あるあるよって。楽器弾けるって来てる。楽器はリコーダー得意だった、めちゃくちゃ中学生、小学生の頃、中学生てか好きだったリコーダー。あとピアノできるよ。ピアノ弾ける。一回ね、コンクール、あの学校内の合唱コンクールみたいなやつで伴奏しました。虹だっけ、なんだっけ、何の曲だっけ。テレテンテレルンテ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 レルンテレルテン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 って歌、なんだっけなんだっけ、曲名出てこない。あー、そう、それマイバラードだ、懐かしい。マイバラードで伴奏した。今度ピアノ配信してよ。私ピアノ欲しい。待って、ゲームなんかよりもさ私ピアノ欲しい。でもさピアノ置けない、うるさくて近所迷惑になって置けない。私小学生の頃てか小さい頃、本当に3歳ぐらいの頃から本当にピアノ大好きで、もうずっとピアノ弾いてたら気づいたらもう2時間とか3時間経ってて、もう夜ご飯も忘れちゃうぐらいずっとピアノに向き合っていた時期があった。習ってたわけじゃないんだけど、電子ピアノなりイヤホンできる。あー確かにピアノ欲しい。ピアノ楽屋にないの。もう NGT どこのグループもあるか知らないけど、 NGT にもっていうか NME 劇場にあったの見たことある。 NGT もピアノ買ってほしい。あったら弾きに行くわ。レッスン場とかに置いてくれたら。つぐつのぐの赤ピアノ、あのちっちゃいやつでしょ。何も弾けないぜそんなの。多分ピアノ弾いてたら多分全然余裕で5時間はやってられると思う。何も食べずに本当に時間過ぎていく。あでもこの前久しぶりにおばあちゃん家行った時にピアノが置いてあって、ちゃんとしたピアノ置いてあって、それでちょっと弾きました。全然ね弾けなかった。でも練習すれば弾ける。ママがねずっとピアノ習ってて小さい頃から、ピアノの先生の免許みたいなのも多分もう切れてるけど持ってたことがことあって、それで教えてもらってピアノ弾けるようになったんですけど、そう私全然覚えてなかったんだけど、ママめちゃくちゃ覚えてて、小学生とかいつ弾いてたか分かんないけど小さい頃弾いてたようなやつ覚えてて、ママがめっちゃ弾いてた。なんで覚えてんって、すごって天才本当に。チュ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 出なかったで、歌なんだっけ、悲しい歌みたいな、なんだっけこの歌、チャ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 って歌なんだっけ、それ弾いてた。あとチャンチャラララララチャンチャンチャンチャラララチャンチャン、わかる？わかんないか。コメ太夫、絶対違うでしょ。聞いたことある。小さい頃からずっと聞いてたから
わかるんだけど音は。でも出てこない曲名が。悲しい歌、悲しい歌じゃないかな。でもありそう、悲しい歌って。なんかピアノの曲で、え、わかんない。チャ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 ンチャチャンチャチャダダンダダダダダダダンダダンダダダダダンチャ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 ンみたいな。なんだっけ、悲しいみたいな、悲しいって絶対入った気がするんだけどな。新幹線のホームで聞いたことある。そう、こんなクラシックなの流れてる。新潟駅さ、めちゃくちゃさ明るい歌めっちゃ流れてない？朝から大音量で。なんだっけな、でもこの前おばあちゃん家行った時が楽譜あって弾けるようになりたいと思って楽譜だけ取ったんだけど、でもまず弾くがピアノがないっていうね。ピアノ欲しい、家に置けない。あ、でもキーボードで弾くならちゃんと弾きたい。でも足使って弾きたい。足使わなきゃ難しくない？伸びないから、切れるから音が。もう雪溶けた。雪、新潟市、私の住んでる新潟市は全く雪ないです。今年全然降ってない。試験です、ありがとう。試験さん、ありがとう。新潟駅工事終わった。え、新潟駅さ、永遠に工事してない？ずっと工事してるんですよね。なんか駅南と万代口がなんかスーって行けるようになるみたいな、なんかずっと作ってて、完成2022年とか言った気がするな。もう2年ぐらい工事してない？ずっと新潟駅。完成が楽しみ、すごく。そう、新潟駅ね、駅を渡るのが大変だよね。長い駅が。2年だけど、2021年かな。工事の人ってでも本当にすごいなって思う。朝めっちゃ早くからとかやってない？朝、新潟の冬とか絶対寒いしさ、そんな中頑張ってるってすごいなって思う。もう赤切れいっぱいできてるんだろうなってすごい心配になる。工事の人って朝とか夜中とか朝方とかにやってることが多くない？みんながいる時よりも普通に。家作ってマンションとかさ、本当にすごいなって思う。私そういうのって考えると止まらなくならない？だってさ、人間がさ、こう手で作ったものがさ、ずっとさこう立っててさ、崩れないんだよ。てか普通に怖くない？そんな手で作った柱に普通に住んでるの、いつ壊れるか分かんない。でも壊れないの、それが本当にすごいと思う。乙女の祈り、あー絶対それ。全然悲しい歌じゃなかった。え、絶対それピンときた。乙女の祈りでした。新潟で電車乗る？電車ほぼ乗らないですね。乗ったことはあるけど、新潟の電車ってさ、扉手動でやるじゃないですか。自分で手動で開けて閉じてみたいな。あれ初めて見た時めちゃくちゃびっくりした。そっか、電車ついてるのに開かないから、え、どういうことどういうことみたいな。やってたら後ろにいた人が開けてくれて、っていうか普通に開けて、わっってなって気づいた。押しボタン式、そう、埼玉には多分なかったからびっくりした。仕事ほぼ休みになっちまったよ。
わかる。それな。本当だぜ。同じです。新潟はバスが充実してる。うん、でもどちらかというとバスの方が使うこと多いかも。電車かバスかって言ったら、埼玉にいた頃はバスめったに使わなくて電車ばっかだったけど、うん、自転車だな。埼玉にいた頃自転車だわ。電車でもなくて自転車で遊びに行ってましたね。自転車って普通にさ速いしさ、なんか歩きより疲れないし、マジどこで目でも永遠にどこへでも行ける気がする。足痩せそうだし。新潟来てからもう自転車乗ってますね。チャリをめっちゃ漕ぐことなんていう、え、何それ、地域によって違うやつみたいな。え、チャリをめっちゃ漕ぐこと、チャリめっちゃ漕ぐそのままなんだけど。のえちゃんとサイクリングしてたよね。え、そう、あ、そういうことか。サイクリングとかでもツーリングとか言ってたかも。そう、のえとはもう何十キロぐらい自転車で漕いで海まで行って旅してたことあった。で、のえ途中でのえのスカート履いてたんだけど、のえがで、スカートがチャリに絡まってスカートめっちゃ茶色くなってちぎれてっていう思い出があります。いろんなところ行って食べてた、うん、海の方のカフェとか行ったりして。新潟ってそういう遊び方できるからいいよね。埼玉チャリで海なんて絶対無理だからね。でもチャリ乗ってる時のスカートは本当に気をつけた方がいい。私結構何回もやっちゃうんだけど、でも本当にチャリは本当にズボンで乗ってください。ほんと引っかかるからね。その時もノイ引っかかってたし、私も普通に2回ぐらい引っかかったことあって、街で一人でいる時にロングテロッテロのロングスカート履いててチャリ引っかかって、しかも引っかかった時って本当になんかもう降りたらスカート脱げるし引っ張っても取れないし、もう本当に大変なことになるんですよ。一回もパンツまで脱げかけたことある街で。引っ張られて、もう進むと引っ張られてもう進めないの、パンツ見えちゃうから進めなくて、だからもうこの状態で降りてもうめっちゃうんって引っ張ってたんだけど全然取れなくて、でもその時はなんか犬の散歩してたなんか人が助けてくれた。大丈夫かいって言って、犬の散歩してたおじいちゃんが、あのちょっと挟まっちゃってみたいな、すっごい恥ずかしかった。あと2回目の時もチャリ乗ってチャリこいでたおばさんが助けてくれて、すごい新潟の人はすごい温かい人ばっかりですね。カラス事件の時も助けてくれたし、女の方が、いやでも本当に恥ずかしいのよ引っかかった時。経験ない、みんな経験ないから分かんないと思うけど、スカートがチャリに挟まった時ほど恥ずかしいことはない。人生で一番恥ずかしかった経験。2回も同じことしてるけど、でも今でもやっちゃうんだよね。スカート履いてチャリ乗る時に、あ、スカート今日も履いてきちゃったってなって、でも、もしめんどくさいからいいやって言ってそのまま行くんですけど、それで事故るんだよね。もう二度とあの経験はしたくない。気をつけてくださいね。はい、気をつけます。もうズボンでしか乗りません。あと普通にコートとかも危ない、ロングコートとかも危ない。この前トレンチコート着て
チャリ乗ったら紐の部分が引っかかって、その時はまだ大丈夫だったんだけど、すぐ取れたんだけど、めっちゃ茶色くなっちゃって、この前必死で落とした。落ちたからよかったけど、トレンチコートでチャリ乗ってる人あんまいない。いや本当に危ないよチャリ。サドル盗まれたことあるんだねえ、それいつの時代。ないわもうそれ昭和の話じゃないの。今時なくない、サドル盗まれるってないないないです。埼玉のヤンキーがやるやつそう、田舎のヤンキーがやるやつで、本当に。いやでもさすがにいないでしょ、サドル盗む人。サドル盗むって何なの、何のために。ただのやんちゃ、いたずら心。チャリ2回パクられた。うそ、なんで。鍵かけてないからだよ、ちゃんと。鍵かけてたら盗めないでしょ。嘘、今何時。あらもう1時間過ぎてるじゃん。そろそろ終了し、終わりにしなきゃ。1時間って言っちゃったから、あらだいぶ過ぎてたわ。8時11分、あっという間でしたね1時間。ということで今日はディナーって書いてるけど、もうとっくに食べ終わってた。今日はディナーのアボカドとマグロのユッケを食べながらの配信でした。それではそろそろ終わりにしたいと思います。1時間経ったのでありがとうございました。お皿洗いってね、そうそうなんだよ、お皿洗うのがさめんどくさい。誰かお皿洗いに来てそうなんだよ、お皿洗いが本当にめんどくさいんだよね。お皿洗いとあとお風呂も頑張ります。お風呂もちょっともうめんどくさいな。ありがとうございました。終わります。またね、おやすみなさい、バイバイ。また見に来てください。あと15、16、17、18、あと5日後に誕生日ですので、ぜひ誕生日の日も見に来てくださると嬉しいです。ありがとうございました。